なんだこれは、なんだこれは、俺は知らないぞ。用心して進みましょう。なんなんだこれは、わからない。なんかおる。戻って、あ、セーブポイントがある。さすがにちょっとセーブするかな。くるくるくる。じゃあとりあえずこの黄色いのから、なんだろう、紋章の色とかかな。黄色だったら希望の紋章。これはもしかしてボスダッシュじゃないか。ロックマンでいうボスダッシュじゃないか。まさかのボスダッシュって。この時に耳が戦わなかったせいでレオモンがやられてしまったんだ。これが耳の純真、私の体に流れ込んでくる、流れ込んでくる純真が。なんだこれ、ワープ進化。ワープ進化ってどういうこと。こんなの知らないぞ。ロゼモン究極体になりやがった。ロゼモンだ。エロい、体がエロい。ロゼモンに進化したぞ。なんだこれは。光がみんな究極体になるかもしれないねとか言って。光がそんなこと言ってたけど、あれはフラグだったのか。究極体になるのか。よし行くぜ、ロゼモン。ボーグレイモンとガブモンは固定？もしかして固定だろうが関係ない、いつも通り戦うだけだ。本気で行くぜ。進化メタルガルモン、メタルガルモン技、気合いだ。本気がないからな、どうしようもないな。それは技、何持ってた。メガヒーラーじゃないか。メガヒーラーっていらねえわ。バラでブックを刺す。ソーンウィップ、結構効くな。オートヒールがある。バナナスリップ、また俺が言わんとダメなのこれ。食らいなさい。ダークスピリットデラックス。ブレイブトルネード。罠。お腹に貫通させて終わりだろ。攻撃防御ダウン。やってくれ。なんもならないじゃないか。一体全回復。ちゃんと装備し直した方がいいな。出た、ナンバーワンパンチ。カウンター全然効かないし、もうメタルガルーモンは使うもんにならないな。オートヒール。スーパーカウンター、毒にするんかな。毒にして、いや毒にもならない。ショックブレイク、敵全体か。いや高級とスプレー、力でゴリ押しするしかない。無理だなこれ。食らいなさい。ダークスピリットデラックス。どうよ。バナナスリップ、カウンター、メガヒールで持っとこう。焼け石水だけどないよりマシだ。マジか、本気。
どうしよう、コンピュートスプレスひたすら打っとくか。どうよ。ナンバーワンパンチ。もういいや、ひたすらメガヒール打っとくわ。800だけど十分だ。一応2000、3000ぐらい、4000ぐらいいったのかな。これで十分だろ。ちょっとずつ削っていくわ。バナナスリップ、マジか、戻された。ナンバーワンパンチ。本気、大丈夫だ。ウォーグレムにさ当たらなければ大丈夫だ。ダークスピックダッツ、もう嫌だ、もう言わないぞ。よし、レイブトルネード、やっと半分だぞ。どうよ、よし大丈夫だ、メタルガリモンだ、大丈夫だ。時間だけ無駄にかかっていくな、これは。いいか、毒にできたら嬉しいぐらいか。うわ、毒になるわけないか、ボスだしな。よし、ウォーグレモンじゃなければ大丈夫だ。ダークスピッツ、それやめて。よし、大丈夫だ。レイブトルネード、よし、コンピュートスプレスが出た。任せた、任せた、よくやった。SP がもうない。どうよ。やばいな、メガヒール。攻撃を戻ってしまった、できない。レイブトルネード、だいぶ減ったな。食らいなさい、うわめっちゃ効いた。アイテムやばい、こんなところで使ったらちょっとレベル上げたな。そのためにあそこに雑魚敵がいっぱいいたのか。これ終わったらセーブしてレベル上げするか。つらいな。回復していく。強い。本気になってメガヒールして気合を入れないと。無駄に2000も回復させてしまった。キックな。よし、いい感じだ、2回も攻撃。カウンターでそんだけ効くのは嬉しいな。コンピュートスプレース、あとちょっと。ナンバーワンパンチ、それでもいい。それをウォーグレイモンにするんだ。ウォーグレイモンに、レイブトルネード、レイブトルネード、もういけるな。そのまま行ったね、ソウルインできない、くそー魔法。まだだ、まだ終わらない。どうよ、マジか、
食らいなさい。アークスピリットデラックス。あ、危な。順番抜かれてるやん。大丈夫かな。いけないから終わった。きっついなこれ。ボスダッシュってレベルじゃないぞ。レベル上げから。キュアオール。一個消えた。黄色が消えた。扉の封印がこれでメタルエテモンの封印が消えた。他にもいっぱいおるわけだな。ピエモンとかそういうのがいっぱいおるんかな。おお、わかんか。ちょっとその前に回復。じゃあレベル上げも終わったし、次行くか。次は緑。緑は誰だろうか。ピノッキモン。うがうが言ってる。ピノッキモンか。ピノッキモンってことは誰だ。誰が相手だ。わからんな。パタモンか。僕らの成長を見せてやるんだ。緑だからか、わからないけど。タケル、これがタケルの希望。僕の体に力が湧いてくる。進化か。究極体ならセラフィモンかな。頭のワープ進化。ワープ進化した。ピピンピピン。どういう進化の仕方だ。バッサ。やはりなんかロボットみたいだな。伝説の巨人みたいな感じ。セラフィモン。セラフィモンは。セラフィモン。いつまでも僕らは一緒だよ。こいつは確か別の漫画でカマセイヌだったからな。究極体になるための餌だっていう。映画でもうすでにセラフィモンになったしな。私たちを究極体に。かっこ笑い。ふざけんなって思ったわ。そんな私たちを究極体にって言うだけで進化できてたまるかっていう。セブンヘブンズテスタメント。なんだこれ。大量の HP と引き換えに。なんだこれは。 HP 吹っ飛ぶんかな。やってみよう。うわ、終わりだ。自爆だ。4000。うわ、めっちゃ効いた。ありがとう。プチファイヤー。プチファイヤー。せめて進化してからやって。あ、そう、2回攻撃つけてたのか。よし、自爆。終わりだ。ドーン。行こう。ありがとう。プチファイヤー。プチファイヤー。カウンターされた。進化メタルガルルモン。呼吸とスプレスで即死だろ。その前に気合を入れる前にリゲインをかけよう。なんか固定らしいんで、ウォーグレイモンが攻撃型、メタルガルルモンは補助みたいな感じでやっていけばいいかな。ウェイブトルネード効く効く。ドカーン。グリッドハンマー。やばい、スラフィモンが死ぬ。スーパーカウンター。ちょっとやってみよう。これをやったらどうなるんだろうか。いっけー。終わりだ。ドーン。うわ、死んだ。死ぬのか。ひどいな。カウンターする相手はいなかったってやつだな。ウェイトネード。カウンター。カウンターをカウンターとかできないのか。さすがにできないかな。回復薬がいないとつらいな。しまった、蘇生なんてないんだ。回復もないんだ。つけ直そう。あと2個しかない。
絶対どう考えてもセラフィモンよりホーリーエンジェモンの方が強いじゃないか。ホーリーエンジェモン、ホーリーエンジェモンのこれで全回復だろ。ヘブンズゲートしたら相手吹っ飛ぶんじゃないか。5分ブレイク、あれ2回攻撃しなかったぞ。リゲインしたぞ。ヘブンズゲートをひたすらしまくったら相手攻撃できないんじゃないか。ウィークマシンガン、痛い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 、技ウェイブトルネード、さらにヘブンズゲートが出るぞ。任せた、さすがタケル。ヘブンズゲート、えぐいな、一番後ろまで行ったぞ。レイブトルネード、とりあえず回復しよう。あれ？気絶状態をか。じゃあ気絶するまで待っててね。ヘブンズゲート。一番後ろになった。この技チートだろ。あ、そうか、4回攻撃になるんか。2回攻撃プラスリゲインしてるから。3回か。ウェイブ取るねー、ズバ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 。あ、もうリゲインが消えてる。技リゲインをウォーレイモンにぶつけると。そしてヘブンズゲート、さあ一番後ろに生き上がれ。ヘブンズゲート、厳しい、ひどい。さらにヘブンズゲート、ヘブンズゲート、なんだこのチート。一番後ろになった。さらにヘブンズゲート、ヘブンズゲート、カウンターしかすることができないっていうのは。攻撃力も元に戻ってしまった。技本気グイーン、技ウェイブトルネード、ババ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 、いいところに来たな。ここはとどめを刺してあげるんだ。高級トースプレイです。死んでない。またヘブンズゲートの地獄か。ヘブンズゲート、ホームに去るのです。ここまでだ。ホームに去った。何このホーリーエンジェモン、完全体のくせにチートだな。セラヒモンとは何だったのか。テラヒー全体回復、いいのが出た。これをガルルモンに覚えさせる。解けました。ピノキモの封印が消えた。さあ、うお、敵がおる。回復して次は黒の扉。